原宿競歩。よろしくお願いします。西尾勝です。すごく暑かったので、競技人生の中でも一二を争う戦いでした。そうですね。水分管理もそうなんですけど、体重ですかね。体重管理。右足の半月板です。1週間前の渋谷大会の時に違和感があったのに無理に出場してしまったので、そのことが大きな怪我につながったのかなと思います。まあ厳しい競技ですので妻は反対しています。1年後の渋谷大会でカムバックを目指していますので、応援よろしくお願いします。現在広く原宿として認識される地域は、東京を代表するファッションや流行の発信地として知られています。原宿京都竹下通りや表参道、明治通り、キャットストリートなどを中心にファッション関連の店舗が広範囲に集積し、ハイブランドからファストファッション、リーズナブルな古着屋から高感度なセレクトショップ、ジャンルもモードストリート、アメリカンカジュアル、ロリータなど多種多様であり、まさに東京ファッションの中心地である。また路地裏にもアパレルや美容院の店舗と住宅が混雑している。そんな街原宿で、もちろん声優が競歩する番組です。原宿競歩。